はい、皆さんこんにちは。7月10日ですね。もうすぐ20になります。投票締め切りです。いつもの通り投票締め切って大部分結果が出るんでしょうか。見届けたいと思います。今回参議院選挙ということで、たくさんの候補者の中から選ぶことできますから、事前の出口調査で判定するのは難しいんじゃないでしょうか。そんな状況でも20時に出せるか見届けていきたいです。出口調査、また何としても20時に出さなければならない理由というのは何なんでしょうか。どうしても20時に出したい。有権者の判断は、有権者の判断と言ってますが、自民公明両党で改選議席の過半数にあたる63議席を超え、選挙前の69議席を獲得するのが確実な情勢です。確実です。確実だそうです。改選に前向きな自民公明両党と日本維新の会、国民民主党の4党で、改選の発議に必要な参議院全体の3分の2を確保する82議席。これは皆さんがやれた投票用紙を開票した結果ではなく、すべて出口調査です。で、20時で締め切っておりますので、まだ全然開けてなくて、1時間をかけて移動させて21時から開票所で開票します。まだ移動させてもいない段階です。83議席を獲得する見通しで、改選議席の過半数にあたる63議席を超え、で、20時で、大分を出して、今1人ずつ、右下に当確が出てますが、これも出口調査ということで、出口調査で出したんであれば全員確定させることができますが、それですと番組が持たないから開票作業をしているように見せかけて一人ずつ出しているように見えます。立憲民主党は13議席から20、この何々から何々っていうのも選挙前から議席を減らすのは確実な情勢。出口調査で判定しているのであればもう出てるはずなんですね。この特番ですね、この番組で開票の結果分かってはっきりするというようなストーリーに、設定しているように見えます。国民民主党は2議席から5議席の見通しで、選挙前を下回るのは確実な情勢です。共産党は3議席から6議席を獲得する見通しです。れいわ新選組は1議席から3議席を獲得する見通しです。社民党は1議席を獲得する可能性があります。右下また当確が出てますが、これも開票結果で分かったのではなくて出口調査で判定しています。で、ほぼ 100% 外れることのない当選確率なんですね。開票してないでもうほぼ確実に当選確率が出てます。そして選挙制、一部の例外は作っているところがありますが、全国32の1人区、すでに22の選挙区で自民党の候補21人、立憲民主党の候補1人に当選確実が出ています。これ出ていますっていうのは誰が出したんですかね。なんかその選挙側が出してるって言ってるかのように言ってますけど、これはこのそれぞれの番組で出してるんですね。しかもそれは必ず当たってる。憲法改正に前向きな自民公明両党と日本維新の会、国民民主党の4党で86議席から102議席を獲得する見通しで、改正の発議に必要な参議院全体の3分の2を確保する。今回私は出口調査を受けてません。電話のアンケートも受けてません。皆さんどうでしょうか。こちらは神奈川選挙区で3回目の当選が確実で、それでここまで正確なその程度で出せるんでしょうか。しかも参議院の今回の投票はたくさんいろいろな候補者の中から選ぶことができますから、難しいはずですね。はずです。選挙区で2回目の当選を確実にした立憲民主党現職の田辺正義さんの陣営、出口調査結果で当確を出すのは難しいはずなんですね。候補者がたくさんいますので、議席奪還を目指した自民の新人を退けました。代わってこちらは
安倍元総理大臣の地元山口です。自民の江島清さん議席を守りました。3回目の当選を守りましたというか、まだ開票してないのにも完全に決まったかのにも言い張ってきてる言い方で、全てが言い張って我々を包み込んでるような感じに見えます。政治部の徳橋記者とお伝えします。徳橋さん、ここまでの全体状況、まあ、以前にも申し上げたんですけど、8時に、どうしても出す理由というのは翌日の新聞に間に合うことが大きいと自分は考えておりました。テレビで言い張って、で新聞で言い張ればもうそれで確定しまって、でそれでも異論を唱えるものはもう一部の例外ということで、一部の不満分子に過ぎないと、そういうところで、まあ、打ち勝って、来ていると、そういう可能性を感じております。また自民党単独の議席を見ましても、選挙前から議席を増やす、まだまだもう特にですね、全体の特に決まってるかのような番組の感覚になってますが、まだ開票所に移動させてもいない。投票所から開票所にタクシーで移動させまして、で21時から開票するんですね。で開票して、仕分けをして、で機械にかけて、で具体的な票数が出始めるのはもう10時11時とかなり時間が経ってからやっと具体的な票数が加算されていくという形になりますので、この20時に決まっているというのは大変、まあ以前から違和感を感じています。まず第一党の立憲民主党ですけれども、去年の衆議院選挙に続いて議席を減らす見通しです、はい。まあ、これまで党が長年維持してきました選挙区で議席を失ったりですとか、比例代表の全体得票でですね、まあ、野党トップの座を失ったりしたという場合には、まあ、執行部の責任が問われかねないという指摘もあるんですね、はい。選挙で不正が行われているとするならば大変な問題ですので、これについて皆さんと考えていきたいと思います。では以上で失礼します。どの程度まで縮まるかということによって。